バイキングで野菜をお魚の好きなだけ食べようと思っても結局極端な食べ方ができません、えー、欲求はストイックで結果はほどほどな感じってことなんですが欲求がストイックで結果がほどほどな感じだったら完璧ゃないってことですからねストイックな人っていうのは結果がストイックなんですよ考え方がストイックって人っていないですよね考え方はストイックで結果ストイックじゃないってそれ多分無茶してるだけであの自分をコントロールできてないはずなんでストイックな人というのは自分の限界を知ってます 基本的には。自分の限界を知っていて、それを超えられるからストイックになれるんですよ。ところが、多くの人はストイックになりようがないです。何でかっていうと、俺はもっと本当はできるんだと思ってチャレンジするんですよ。つまり自分の限界見てないんですよね。見て見ぬふりしてるんですよ。本当は自分この辺なのに、いや、俺はここまでできるっていうふうに考えて、この辺で落ち込んでるって人たちなんですよ。自称ストイックな人って。だからストイックっていうのは自分で言うもんじゃないです。 周りから見た時にストイックだよねって言われた時に、いやいや,いや自分は全然限界があって、それにチャレンジしただけで、俺はまだまだよっていうふうに、即答で言い返せるのがストイックです。はい。自分はストイックって言い始めたら、それはストイックじゃないですからね。